私のお証しをお聞きたい、いただきたいと思っております。お証し、主の皆を賛美します。今日お証しにするにあたり、いつも主が私を招き、私をまた私を通して家族をも守り支えてくださっていることを覚え感謝します。いつも教会に来て、一番に思い浮かべるのは主なのことでありました。うちにおいても、また学校においても、町内の行事など、いつも中心により褒められるのは長男の方でした。私は両方同じようにと心がけました。それでも私の思いとは違う方へと進んでいきました。そのことに10年以上気づかず、次男は道を失い、心がすさんでいきました。私は人間の知恵や思いだけでは、十分な慰めや癒しはできないと悟りました。その時、朝夕、犬の散歩をしている時に、実は先生とよく道で会い、挨拶を交わしていましたので、教会へ行ってみようかなと思い、相談に来ました。その日から14年も過ぎ、聖日礼拝へ出席させていただき、深い心配はしなくなりました。心の中では、急には良い方向にはと思っていませんでした。すべての自然体で日々進んでくれればと思い願っていました。それでも、天の父なる神様は、私の思いや苦しみをすべて知っておられました。神様は、2013年の3月、世界祈祷会において、私に祝福を与えてくださいました。また5月22日には、次男の身も心も清めてくださいました。私を通して、聖霊様の力により、次男のすべてが贖われ、またすべてが清められました。感動の一瞬でした。主は私たちお一人お一人をいつも愛してくださり、主の愛と平和へと導いておられることを知るものとされました。感謝いたします。この証が皆様の名のため励ましとなりますように祈っております。これからも私の家族が教会へ来ることができるように、またその時が来ますようにと主が導いてくださいますことを祈っております。私を感謝いたします。本当に主は私たち一人一人の苦しみを分かり、ご存知で、そしてその解決を与えて導いてくださる方であるということを本当に改めて、一緒に、気持ちを共にすることができて感謝いたします。では今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝は2箇所ございます。まずはじめに創世記30章1節から3節、新明記30章の1節から3節、旧約聖書の328ページです。新明記30章1節から3節、お読みいたします。私があなたの前に置いた祝福となる、これらのことがすべてあなたに望み、あなたがあなたの神、主によって覚えられたすべての国々で、それを思い起こし、あなたの神、主よとに立ち返り、私が今日命ずる通り、あなたの手と共に、心を尽くし、魂を尽くして、御心に従うならば、あなたの神、主はあなたの恩を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神、主の応召されたすべての神の中から再び集めてください。アーメン。では続きまして、マルコによる福音書1章14節15節です。新約聖書61ページ、マルコによる福音書1章14節15節です。
お読みいたします。ヨハネが捕らわれた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。アーメン。それではいつものように挨拶をしましょう。主の平和があなた方と共に。お願いします。皆さん、キリストの方からです。おはようございます。ようこそおいでくださいました。今日は、本当に、ハッと思ってですね、嬉しくなっちゃったんですが、長谷川さんがですね、お子さんたちと一緒においでくださいました。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。これからですね、三日間が、米子くんから、ということで、今日はですね、みんな、今は水で流行っているそうですが、ついに、去年もやられましてですね、さっき言ってきたで、ちゃんと、立派なインフルエンザですと言われて、4日ぐらい前からずっと寝込んだりしておりましたけれどもですね、しかしどんな時にも神様の祝福はいつもいっぱいですね。私たちはないと思うとないんですね。ところが私たちは神様の御手の中に今その時を与えられています。すべてに時があると聖書で言っていますね。ですからすべての時は神様の時、これがね、私たちに与えられているメッセージだろうと思いますね。その時、いい時も悪い時も私たちにとってはそう思えるかもしれないけれども、すべての時は神様の時です。今日のお聖本バイブルにも入れておきましたけれどもですね、ヘレン・ケラーのですね、ご自分の歩みを振り返りながら、私は自分の将来を感謝しますというね、ことを言うんですね。私のこのハンディキャップがなかったならば、私は自分自身と会うことができなかったし、今の自分の仕事と出会うことができなかったし、何よりも神様と出会うことができなかった。私はこの将来の上に神様に感謝します。だからね、私たちが自分たちに与えられた今その時、どうしても過ごさなければならないことっていうのはあるんですよね。しかし、このところで誰と一緒にいるかというのが私たちの人生だろうと思うんですね。不安と一緒にいたり、悩みと共にいたり、怒りと共にあったりする。それも一つでしょう。ね、その人の大切な人生でしょうが、しかし今このところに神様が共にいてくださることを知ることができたら、なんと素晴らしいことだろうか。そのような恵みを私たちが生きることを与えられているということを、心から感謝をいたします。で、一言お祈りをさせていただいてお祈りをいたします。御言葉に耳を傾けます。愛と恵みの神様、今このところにあなたが親しく望んでおられます。あなたはお一人お一人のこの心の奥底をご存知です。しかしそれは私たちを批判したり、私たちをしっかりしろと痛めたりするためではなくて、その私たちの心の最も奥深いところ、その心にある私たち自身をしっかりと受け止め、私があなたと共にいる、このように語りかけていてくださいます。心から感謝します。どうぞ、あなたの恵みが一人一人のうちに満ちますように。たくさんの悲しみや困難の中にいる人たちのところに、どうぞあなたの愛に包まれた私たちをお伝えください。ともどもに、そのあなたの恵みを私はこちらに示すように。二
かないものが御言葉を取り切ります。どうぞ打ち切られてお読むためにお持ちください。小鳥、今日久しぶりに初めておいでになられた方々のように、小鳥あなたの祝福と読みになりますように、この地区にあります、教区にあります、全世界のすべての教会と、またあなたが愛するすべての人の上にあなたの恵みを満たしてください。イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。さて、信仰というのは何でしょうかね。私たちのあなたの信仰は何ですか、あなたは何を信じていますかと言われたら何と言うでしょうか。で、そして私たちはですね、信仰という場合にも皆さんよく分かりますようにね、信じている人たちがね、じゃあどんなことをしているか、例えば、ね、クリスチャンの人たちがみんなね、平和に向かって歩んでいるかっていうと、決してそうじゃない事実がありますよね。現実的に、それこそ聖書の名を借りてですね、それは正しい戦争だというようなこともできるわけです。でもそれは違うんですが、そういうことができるんですね。すなわち私たちは自分の思いによってですね、本当に神様、自分がどう思うかということでもって、この神様と伝えて操作しようとしてしまう、そういう私たちがいるように思うんですよ。そんな中で私たちは自分の思いがですね、神様の本当の愛の思いを閉じ込めてしまって、封じ込めてしまっているのではないのかな、そんな風に考えさせられますが、さあ、今日もですね、皆さん何と言ったの、高津さんの今日お渡し聞きながら、あ、そうだったなぁなんて思いながらですね、皆さん犬の散歩もバカにしたもんじゃありませんよ。ねえ、いや、どこにでも神様で祝福を置いていてくださいますから、ねえ、その頃は黒だったかな、黒かな、黒じゃなくて黒だったと思いますが、黒もね、御国のための、使者としてですね、働いてくれたわけですが、それ考えると、嬉しくなりますね。どんなことも私たちがすることの一つ一つは、神様の愛の御手の中ですね。ですから、その中で私たちが何をね、信じていくかということですよね。自分の障害を、先ほど言ったように、ヘレン・ケラーは自分の障害を嘆くこともできたでしょうけれども、サリバン先生を通して教えられた神様との出会いが、彼女の人生を全く変えてしまうわけですね。世界で初めて大学教育を受けた、そういうハンディキャップを持った方のですかね、彼女の出身は女子大学か、後にハーバード大学に合流いたしますね。このようなことの中で、私たちはそういう人ばっかりでなくて、私たちの一つ一つの生活のつながりに、神様ご自身の愛の御手があるということを信じることができることはどんなに祝福かと思いますね。私はですね、若い頃からですね、若い頃は特にですね、孤高という言葉にとても憧れますね、らしいです。孤高というのは高に高いって書くんですね。孤高の人になりたいって、そういうふうにね、いつも思ってるんですよ。まあ、それとは現実は全くギャップがありますけれどもですね、一人、この他の人とかけ離れて、超然と高い境地を生きるのが孤高っていうわけで、孤高行きたいな、ですから自分の部屋にはですね、書いてこう、酒を切ってですね、そこに沈黙なんて書いてですね、ちっとも沈黙してませんでしたけれども、そんなこともあったことを、今40年のこの時にですね、改めて考えさせられております。イリカの鉄人たちはそうでしたね、以前のね。しかし、なんとなくね、刺激的ですね。この、していることをこう、ただひたすらに禁欲を生きる、確かにそれもその一つの生き方なんだろうけれどもと考えてまい、りました。で、私は牧師を生きる、牧師になるということはある意味ここを生きるということとつながるのかなという、そんなことも含めて、まあ、牧師になったという経緯があったように思います。しかしイエス様と一緒に
いてイエス様の足跡をたどろうといたしますとですね、それとは全然違う姿があります。神様との交わりをただ一人で真実に守られましたけれども、イエス様は孤高の人ではなかったと思いますね。いろんな人たちのところに出かけていきました。悲しむ者や苦しむ者、そして病の者、そして誰もがですね、弾き出すようなそういう状況にある人たち、その人たちの人生を丸ごと引き受けられ、共に生きられて、それがイエス様でした。私たちは誰もがですね、自分の人生に意義申し立てができないんですね。で、今私たちはそれぞれがそれぞれの人生を生きているわけですからね、しかし誰も変わってやることができないわけです。誰も変われないわけです。で、私たちはそれに意義を持ち立てできないようになっているんですね。しかし、それで終わりか。で、私たちはそういう戦いを引き受けずにはいけませんけれども、しかし、それはある意味では私自身のものの見方、私自身が私という思いの中でですね、捉えられている、そういう姿。なんですね。しかし今そういう中で、この自分を中心とした世界から聖書はですね、方向転換するようにと呼びかけています。あなたは自分の人生を今自分の運命だとそのように思っていますでしょうか。今日の聖書の箇所はですね、先ほどのところをですね、見ましてですね、ここのところは三十章でしたから、新明記の三十章のところですから、そうすると、こういうふうに書いてありますね。三節で、あなたの神、主は、あなたの運命を回復し、あなたを憐れに、あなたの神、主が追い散らされたすべての神の中から再び集めてください。神様はあなたの運命を回復する、運命を回復する、新たな歩みへとですね、そのところを通して導く。それがどんな場所であっても、どんな場所であっても、その恵みを追い、新たな方向へ生きるようにしてください。常識的な素数面や運命論を神様はこのところで打ち破るわけですね。そして打ち破ったそのところにおいてですね、このマルコによる推定、先ほどちょっとお読みいたしましたイエス様が一番最初に公の生涯を始めた時のことが書かれております。新約聖書の61ページですね。このところでイエス様はですね、ガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、最初の宣教の言葉です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、こういうふうに言っています。この時は満ちた、神の国は近づいた、こういうふうに言うわけですね。この私たちをどうにかしてですね、この不毛な戦いに縛りつけておこうとするですね、力っていうのがあるんですね。これをサタンというふうに言いますね。サタンの力なんです。私たちを不毛な戦いに、なんでこんなことが、私たちは考えてみますとね、いつも自分の中で考えていることは繰り返し繰り返し同じこと、同じことじゃありませんか。あの時なんであんなことが、あの時どうして、そのことはどうしてなんだろう、いろいろなことを考えてですね、私たちはどうにもならない、身動きが取れない、そこに縛りつけられるわけですね。何回とするとここに戻ってきてしまう。これがパターンのですね、実は私たちに対する挑戦なんですね。で、そんな中でイエス様はですね、時は満ちたというんですね。周り何にもね、私たちの今にも言っているんですよ。時は満ちたって言ってるんです。何が満ちた？そういうの思いませんか？どうなってるんだ？何にも変わらない人生だろう。
時が満ちたなんてとても思えない。でもイエス様ははっきりあの時代のただ中でですね、ローマの支配下にあったあの時代のただ中で、みんなが叫ぶそのただ中で、時は満ちた、神の国は近づいた、こういうふうに言っている、言うんです、宣言するんです。だから今ここに神の国は近づいている、神の国は到来した、こういう天国っていう意味ですよ。神の国って神様にご支配する場所。私たちはどんなところにも、神のどんな時にも神の国を生きることができる。イエス様おっしゃいましたよ。ルカによる聖書のところに書いています。神の国はあなた方のただ中にあるという、ね、神様の国は、天国はあなた方のただ中に、すなわち今私がいるここにあるんだ。天国に思えない、天国に思えないと思っている私、今までの私がいるんですね。ですから悔い改めて福音を信じなさいと言ったのです。悔い改めて福音を信じなさい、ね、活動をした後で餃子を食うと悔い改める、そういうことじゃないんですね。悔い改めるっていうのはですね、全く違う方向に、方向を転換する、違う言葉で言うと改心と言いますね、英語ではコンバージョンと書いてるんですが、そういうふうにして改心する、悔い改めるっていうことはね、どういうことかっていうと方向を転換するという意味なんですね。いつも申しますように、私たちはですね、それこそ太陽にね、太陽に背を向けて歩んでいますとですね、自分の影が目の前にあってですね、その影を見て、ああ私の人生はと、こんな風に歩むわけです。しかし私たちがくるっとね、クリスを返して太陽の方に向かうと、影はね、沈んで、私たちはこの与えられている光をですね、いっぱい受け取ることです。ね、どちらも同じ場所です。同じ場所で全く違うことが起きるんですね。これがね、神様を信じるということであり、悔い改めるということ。全くね、違う場所じゃないですよ。同じ場所で、同じことが起きる。今まで漁をしていたけれども、全然漁がね、こう、魚が取れなかったペトロたち。そういうところに、また沖へ込み出して網を下ろして漁をしてみなさい。彼らは同じ海で網を入れたとき、湖で網を入れたら、たくさんの魚が取れた。そうなんです。恵みは、レッサー聖書は言うんです。今は恵みの時、今日こそ福音の日ですっていう。どっかにあと何すれば、どうにかすれば、恵みがありますよ、祝福がありますよ、うまくいきますよっていうのが、今の。それが今もう始まっている。イザヤもそのように言いましたね。今始まっている神様の出来事があるんですよ。で、私が大好きで何回もですね、言っちゃうんですけどもね、この悔い改めてっていうのはメタノイアっていうギリシャ語なんですね。メタノイア、ね、悔い改め。これをですね、まあ、もじってるもんですから、ですがですね、カタカナでメタノイアって書いてですね、下から読んでみたら、逆から読んでみたら、何だとなりますか。愛のためてるんです。これはね、なんともね、素晴らしいね、発見でしたね。これはすごいと、一人で別に言いました。悔い改めというのは、ね、今まで神様から目を背けてですね、意識や悲しみや相対的な、人と比べて自分の意思を決めて怒ったり、傲慢になったり、卑下したり、そういうようなこう、上がり下がりのね、大きいそういう人生からね、いや、愛のために生きる人生に変わっていくことですね。そういうことです。イエス様はこのように私たちをですね、招かれたんですね。この
しかし人間というのはですね、いつもいつも神様の前に新たにされていませんとね、どうにもならないですよ。日本が平和で戦争が終わってからね、68年ですね、68年、皆さん68年間戦争をしたことがない国って日本だけですよ、世界で。わからない、それは外からに言われない。68年も内戦も何もなくてね、平和であったりなんて奇跡です。ところがこれもうそろそろ我慢できなくなってね、今中断的に知り合ってるとかですね、様々なことを言い始めたんですよ。本当に私たちはね、いつも悔い改めていないとね、いつも方向転換していない。私たちは本当に肩にね乗っ取られていってしまうんです、心を。どうぞ、今ひとたびですね、神様の前、そのように思い、そうですね、私たちは自分たちで、自分が本当に神様の前にしっかり歩む必要がありますっていうことを、実は言っているのではないのです。聖書は実はそれ以上のことが書かれていますね。私たちが神様の方を向くならばと実は言っているんですけれども、さあ皆さん旧約聖書からずっと読んでまいりますとですね、まあ、いろんなことがありますが、特に実際を中心としてね、あの旧約って7時間っていうわけです。確かに言えの実際のところでね、当の今しもあなたは私の他に何者を向かうとしてはならないから始まってね、ずっと当の今しもがあるんですね。でこれを守らない、そのことのゆえにあなた方はという、その言い方がですね、たくさん聖書の中に出てきやすいと思います。でも時々ね、神様のね、本当の姿が現れるんです。ね、ホセア書なんかはですね、自分と、それこそ人々との関係をですね、恐怖とね、それこそ、恐怖に身を焼く女性とですね、それこそ、一人の夫との関係としてね、書いているんですよ。女の人がさまよい出ていく、しかし、その女の人をですね、また連れ帰すという、そういう形も出てきます。そして、今ですね、私は神様は、ですから、聖書が私たちに語っているのは、悔い改めなさいというのは、一方的に、あなたはダメですよ、ですから放送を変えなさい、こういうことを言っているのではないんですね。それとはですね、ほっと消えた、全く違う方法があるんです。私はこれはね、一つはとても語弊があるかと思いますけど、神の悔い改め、私は今回、その言葉が浮かんできて離れないんです。神様は悔い改める必要なんてありませんよ、もちろん。しかし、神様はね、方向転換したんです。どういうふうに、私のところに来なさい、私の言葉を守りなさい、そしたら私はあなたを救ってきますよ、と言っている、その神様がね、こともあろうんですよ。神様が、そうです、人間を裁くためではなくて、人間を愛す、人間と共に人間を救うために、神様が天から降りてこられて、天というのはね、私は目に見える天というわけではありませんが、ご自身がこの地上に降りてきて、人間になって、人間の姿に身をやすしてですよ、そして神様が人間と一緒に歩み、人間のために死んでくださった。神の方向転換。神様は私たちを愛するあまり、私たちを追い求め、追い求め、追い求めてですね、そして私たちのところまで来て、そしてそこで自分の全部を与えてくれた。だから私たちは、新たな命に生きることができる。聖書はそのように私たちに言っております。この凄まじいほどの愛ですね。あなた、私たちは叫んでますね。愛してくれ、認めてくれ、関心を持ってくれ。で、そのように唯一を叫んでいます。この叫びがね、その叫びに引き寄せられるかのごとくに、神様がおいでくださって、私たちのために十字架で命を捨ててくださった。ね、お前なんか、ね、そのように叫ぶ人たちに、主よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのですと、そのようにご自分を与え尽くしてください。
その中に私たちがいます。そうですね。私たちは信仰というのは何かって言ったら、ね、自分が信じることではないのです。私たちは自分の信じ方がいつも変わりますから。でも、神様がね、私たちのことを愛してくださっている、そのことを信じることが信仰ですね。私がというのではないのです。神様は私たちにしてくださったその出来事を、その愛の出来事を受け止めること。それが私たちの信仰なのだろうな、と思いますね。人は私たちに誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたもので、古いものを過ぎ去った、身を全てが新しくされたと言っています。皆さん、もう一回私たちの信仰をね、どんな方向に向いているか、ちょっとね、チェックしてみましょうよ。ね、私が信じているのは何か、どうしようもならない人生だったり、ね、どうにもならない私であったり、信じていない私であったり、ね、どうもうまくいかない家庭であった。そういうことではなくてね、神様の約束を信じていきます。あるんですよ、皆さん。目を開けて、目を開けなさい。そういうふうに言ってますよ、聖書。今ここに祝福があるんですよ。皆さん見えないのは私たちの目が曇っているから。神様はあなたを愛していてください。素敵な一人一人じゃありませんか、皆さん。あなたの家族を。ね、本当に素敵な私が今ここにいる、ああ守られてきたな、自分で何かやってきたような気がしたけど、いやー、ただ神様の本当哀れみ、みんなの祈りに支えられてたんだなって、そんなことをですね、今つくづく思いますね。神様、私たちは待っていてください。どうぞそのことをですね、心に覚えてください。神様が私たちのために方向転換してくださった。私たちに開かれって言ったんじゃなくて、ね、開かれなさいって言ったんじゃなくて、神様の方で近づいてきてくださって、私たちを恥と抱いてくださって、そのことをですね、今日も感謝を持って受け入れながら、どうか私のために神様の役にね、悔い改めなければならない私たちであるのに、神様ご自身が方向転換をしてくれたんだな。あなたは愛されている。あなたは愛されている。しばらくの間、目を閉じて、神様との交わりを持ちましょう。